皆さんこんにちは、大島武雄です。火曜日の詩の時間がやってまいりました。今日朗読する詩は向こう側というタイトルの詩です。早速読みます。この日の向こう側を、この夜の向こう側を、この森の向こう側を、この線路の向こう側を、この谷の向こう側を。好きだよの向こう側へ、死ねの向こう側へ、伸ばした指のその向こう側へ、日記にだけ書いたことの向こう側へ、日記にも書かなかったことの向こう側へ。透けた幽霊の体の向こう側に、若い頃の自分の写真の向こう側に、ドアの向こう側に、国境の向こう側に、雨の向こう側に、そう、この匂いの向こう側は、この坂の向こう側は、この途切れた足跡の向こう側は、この笑顔の向こう側は、このこちら側の向こう側は、あの向こう側から、あの向こう側まで、もしも向こう側が、あの向こう側の、向こう側でなかったなら。ありがとうございました。向こう側の朗読をお届けいたしました。この向こう側、テキストは、間野美樹さん責任編集の詩のウェブサイト、叙情詩の惑星に、掲載されておりますので、合わせてお楽しみいただければ幸いです。それではまた来週お会いしましょう。大島武雄でした。